くねえんだよ。冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。何から話せばよいのやら。ラマこの人シャンプーラマ、てめえ何しやがら。人呼んで風林館高校の青い雷ち、説明してもらおうか、ランマくん。オラの技を手品呼ばわりする気か。婿殿、多少はできるようじゃぞ。あかねちゃんのパンティ、うちの天道登場、イソロランマ最修行の女性業、まさに悲劇、水をかぶると、修行場受仙教。お客さん物の時ね、大変危険なので、もうタレも使ってないのよ、この修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前、我が娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆、若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。命は捨てても男を捨てる気はなかった。風林館高校はどこだ。さおとめの牛様、朝ごはんですよ。あは、ママ責任取るよろしい。伊達に100年生きとらんわ。ボロになってないわよ、お姉ちゃん。よしよしよし、貴様、アカネ君に対して慣れ慣れしい。連れが失礼したね。シャルロットはアズサちゃんのものですわ。ピーちゃんだけど、アカネ笑うと可愛いよ。うちの天道登場、イソロランマ最修行の受仙教、まさに悲劇、水をかぶると。